悩んでる。変な名前つけるんでしょう。そう、やっぱ放送できるの、放送って配信できる名前にしないといけないからね。それで言ったらね、今のところで一番ダメだったらグレーすぎるよね。おっとおっと What's up？ やばい、なんか来た。なんか来た、うん、みんな戦ってるけど、倒したみたい。倒せるやつならよかった、うん、俺が勝手に戦力割いてるから。いや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 、ね、まあ、プテラノドンとかすぐ死ぬからいいんだけど。きたー、何せクレーンは最強になれる素質を持ってるから、我が軍最強の素質がある。やばいね。素質だけね。素質だけ。やっと見える。あ、でもプテラはこれ追従オフにしといてどうやって呼び寄せるの？口笛？うん。で、プテラのサドルがもしかしたら作れないかもしれない。おお。俺が2つ分材料を使ってるから、うん、大丈夫。こいつはもう鑑賞用だから。鑑賞用。うんで、今フィーさんの画面が激しく見れなかった。揺れた。クレーンが帰ってきたから。なるほど。でか。でかクレーン。ユンボが子供に見える。でかこれ。でかいよ。重たいもの持てるよ。こんな感じかな。入ったフレームイン全員を枠内に収めるよ。この距離まで行かないと。どこ行ったの？だいぶ離れたね、うん、この距離まで離れないと全員が枠内に収まらない。よし、今日はアルデンタビスをゲームしたい。そういう回にしますかね。うん、テーマだったもんね。あ、間違えた、食べちゃった。草っか肉食べちゃった。間違えた。そうそう、焼けてんじゃねえか。焼けてますな。肉と水と、あ、水で思い出した。肉は持ってる？焼いてる。肉大量に持ってる。うん、ならいい。大量に持ってた。雨が。ああ。これはね、肉はね、大量に持ってるしね。焚き火も持ち歩いてるから。おお、すごい。現地で調達できるようにしてる。あ、防犯のあれとか大丈夫？耐久値とか。あ、そうね。だいぶ減ってるな、でも。半分ぐらいまで。あ、インゴット欲しいのか。いや、作業台じゃないと多分できるんじゃないかな。あ、じゃあ、修理してっか。うん。絶対ね、重要なところでパキンってああ、ガッツがゴドンのところで使った最初の剣みたいなこの剣ならいける、パキン。これ一回戻しの、うん、作業台に入れて、うん、で、右クリップで完璧です。よし。そう。これから行くところは、うん、山のように鉱石が固まってるから。マジか。あ、まあ、この中に入れるわ。材料入ってる。のっちゃんもアップフィールドにそんなに重いもの持てないから。そうだよね。しかも無駄にあれしようって引っかいて、無駄に木材とか抱え込んじゃうから、そう動けなくなっちゃうね。それでだいぶ苦労したからなまさか F ボタンでね乗りながら開けるなんて、キーバインド自分で見ろよって話だけどね、オプションで。キーバインド見ずに今までやってきてた適当すぎるよね、俺ら。いやー、とりあえずこの先の沼地を抜けますもうあそこのヤバさ痛いほど身に染みて分かってるから。沼地を抜けてそのまま直進していくと、多分テリジノに持ってたら大概のやつは逃げていくと思うけど、うん、たまにね、クマさんが殴りかかってくるから。やばいな、それは。霧がサンダーランドいて、どうした？何もかない攻撃された。あ、どうせピラニアだろう。だろうね、スイッチだったからあ、ここ何度も通ったな。頑張って。これはワニか。ワニ。あ、カエルがいる。カエルにも乗れるんだよ。お、そんななんかジライヤみたいなパドルがいるけどワニ素通りでしょ。素通り。あんなに凶暴で襲ってきたらしつこかったのに。ワニもね、ヘビもほぼ捨てる。たまにヘビが噛みついてくる。あ、コンコンがいっぱいいる。コンコンでこの大木の林を抜けた先、うん、ほう、大木やな。これあれだよ、ツリーハウスできるんだ、上に。うん、とんでもねえ量の材料を使うこと。あそこにもうすでになんかいろいろあるでしょ。うん、ステラノドンで行くとスタミナがなさすぎるから、あ、届かないんだ。人んちので休憩しながら。なるほど。いや、下に降りると何にやられるかわかんないからさ。そういうことか。できるだけ高い位置で休憩。安全圏でね。うん。で、ほら、この山、ここから鉱石だらけでしょ。ほんとだ。これが言ってた山か。そうそう。この上の方まで登ると水晶とかもあって、あそこの辺か。うん、ここまでコンコンで乗り付けてひたすら採掘をしてるなんだけど、うん、地味にね、上の方にね、さっき言ったおっきい肉食がいたからさ、うん、危ないね、それは。危ない。どっかこう下のふもとの方でさっきの鳥を探さなきゃいけない。で、このハイエナ。やばそうだ。降りたら襲いかかってくる。だよね。先手必勝だ。無残な肉塊になってるな。近い近い近い。チリジリに逃げていった。雲の子散らすように。いや、ああ、いたいた。今目の前飛んでる。本当だ。で、麻酔屋で肉食わせてテイムなんだけど、まあ、気をつけとかないとさっきのハイエナみたいな邪魔が入るのと、うん、間違いないね。ボーラ効かないから、それやばいな。引き打ちしなきゃいけないから。遠く飛びすぎじゃないですね。近場で近場にいねえのかな。ボウガン届かないよ、クロスボウ。届かない。なんだよ、いたと思ったら離れていけばねえ、あんな近くにいたのに。え、すげえ、トゲトゲなのがいる。マジ。ほんとだ、なんだあいつ。あれね、テイムできるけどね、うん、乗れない。確か近接でやると、うん、反射ダメージ食らう。あ、いた。お、あんなとこに外した、外した、当たんねえ。気持ち全体ならもっと近づいてる。キャー！こう攻撃されたらアップフィールド君が暴走を始めるから。当たんねえな。当たってんのか。当たってる。あ、逃げてんじゃねえ。あれ降りてきそう。ヒットマーク出てないんだよな。じゃあ取ってみるのかな。でも見た目は刺さってんだよね。3発は当てた。追いかけるしかねえか。ってどんどんやばい方へ連れてかれるっていう。誘ってんだな。麻酔や何発でいけるんだろう。レベルにもよるかな。あ、そうなんだ。あ、降りてきた。やべ、食らった。それはまずい。静まりたまえ。あほらほら、アップヒールド、ほらアップヒールド強すぎ問題。アップヒールド強すぎ問題。やべえな、ちょっとボディーガードが優秀すぎる。ボディーガードも考えものだな。